第一次共産党は1921年4月、内市翌1922年7月に創立された、後1924年3月頃に解散されるまでの非合法組織時代の日本共産党を指す故障である。この時期の共産党は政党というよりも複数の思想団体の集合体であった。当時は非合法な秘密結社であり、 公認された政党でないどころか、その実態は、革命への使命感と鉄の規律を持った強固な、党員組織などと言える代物ではなかった。まだ少人数のサークル的な性格を止めており、複数の思想団体の寄せ集めに過ぎなかった。大正10年4月、坂井敏彦、山川仁志、近藤英造、橋浦時代、渡辺三さん、高津正道らが東京で、 日本共産党準備会を秘密裏に発足させた。その後、大正11年7月15日に、東京、渋谷において、社会主義研究によった、堺や山川らが結集して、非合法の党として、日本共産党を創立するに至るのである。この当時のメンバーは、堺山川、荒畑寛村、渡辺正之助、徳田九一、佐野学、 鍋山貞地下、野坂か、のさか33、浦らたを、吉川森くらである。同年11月のコミンテルン第4回大会に代表を派遣して、コミンテルン日本支部として正式に承認された。しかし、1923年6月に一斉検挙にあい、荒畑を除く、党指導部の全員の意思として1924年2月までに回答した。 これまで散在していた60人前後のコミニストによる諸サークルの連合体といった存在で、後のように細胞を基礎とした中央集権的な組織ではなかった。しかし、リーダーの住所から大森細胞、麹町細胞などと呼ばれたりする組織があった。そして、堺、山川、荒畑など、明治からの社会主義者のもとで、中核を成したのが、新人会や建設者同盟。 赤月民会などの学生運動出身者であった。例えば、山川家の水曜会を基礎に作られた、いわゆる大森細胞には建設者同盟の田所、照明が参加した。また、赤月民会系の人脈は、第一次共産党の大きな基礎となったが、そのうち、浦田武雄は、農民運動グループの細胞の中心であり、これには建設者同盟の稲村隆一が参加した。 このほか建設者同盟からは、浅沼稲次郎、森崎元吉も第一次共産党のメンバーとなっている。総同盟の中にも共産党グループがあったのは、確かなようで、新人会の赤松勝丸、野坂33がその中心であった。このほか新人会系では、後の再建共産党の中心人物になる佐野学や関西からは小岩井清が加わっている。 1917年にロシア帝国で共産主義革命が起き、世界革命を目指すロシア共産党は1919 19年にコミンテルンを成立させ、ロシア革命に狂気する各国の運動家や運動団体に働きかけ、各国に支部を作っていった。当時の日本には大逆事件など明治期の弾圧の結果、一握りの社会主義者しか残っておらず、 それも厳格な監視のもとにあった。ロシア革命の影響を受け、日本においても従来の社会主義者に加えて、若手の社会主義運動家たちの間で、社会主義革命を目指す党を結成しようとする動きが起こり、共産党を結成しようとする運動が活発化する。アメリカで社会主義活動をしていた近藤映像は、1918年に、 日本で勃発した米騒動のニュースを聞いて、日本で共産党を結成して革命を遂行しようと決意、1919年に帰国して、坂井俊彦、山川人志、荒畑寛村ら、明治以来の古くからの社会主義者と連絡を取り合うようになる。1920年10月にはコミンテルンの死者が接触した。コミンテルンは坂井や山川に極東における 社会主義者の国際組織を作るために上海に行くことを希望した。しかし、大逆事件の記憶もあって彼らは慎重に判断し、それに応じなかった。そこで無政府主義者の大杉久志が上海に行くことになった。大杉は極東社会主義者同盟の設立に賛成はしなかったが通信連絡委員会を作ることには同意した。若干の資金を受け取って帰国した大杉は 1921年1月、近藤らと、週刊、労働運動を相関した。さらに近藤が、大杉との関係から上海に行くことになった。1921年5月のことである。近藤は、運動資金など6,500円を受け取って帰国した。近藤は帰国後、赤民会のメンバーを中心として、日本共産党を称して活動中。近藤自身は11月に、 続いて12月にこの赤月民共産党は一斉検挙にあって赤月民会を中心とする運動は中断した。片や1921年4月、堺、山川、近藤、橋浦時夫、渡辺三さん、高津正道らが東京大森駅近くで会合し、日本共産党準備委員会を秘密裏に発足させた。1921年10月に、 コミンテルンから調布都市雷が来日し、堺山川、コンドーラと連絡して、翌11年1月から開かれる極東民族大会への日本からの代表派遣を要請する。この要請に応える形で、翌1922年1から2月の極東諸民族大会に他の社会主義者、アナーキストのグループと共に日本代表を派遣した。これには、 元赤月民会の高瀬清水曜会の徳田旧一らが参加している。同会議にて、日本代表はコミンテルにより、日本共産党創設の指導と活動資金を受け、スターリンらから日本における共産主義運動についての指示を受けて帰国し、日本支部準備会に報告、帰国後は党創設準備を開始した。1922年7月15日、 東京府豊玉郡渋谷町の高瀬清の下宿にて、堺、山川、近藤、吉川森国、橋浦、浦田武雄、渡辺、高瀬の8名が会合を持ち、非号法に日本共産党を結成した。当時の党員数は100名余りと言われる。委員長を堺とし、堺、山川、荒畑乾村、近藤、高津、橋浦、 徳田9一の7名を中央委員に選出した。現在の日本共産党は、この会合を創立大会とし、この日付を創立記念日としているが、前年の日本共産党準備委員会決制をもって、党の創立とする見解も存在する。この直後、山川は、前衛の1922年8月号に、無産階級運動の方向転換という有名な論文を書いた。 それはタイトルの通り、一握りの自己満足的な運動ではなく、大衆の中へ入っていくことが必要だというものであった。創立されたばかりの共産党は、1922年11月のコミンテルン第4回大会に代表2名を派遣して、党の結成を報告、コミンテルン日本支部として承認された。翌1923年2月、 千葉県市川市の寮邸で第二回党大会を開き、コミンテルンの標準規約をもとにした党規約を決定した。同年3月、北豊島郡石寺村で臨時党大会を開催し、ブハーリンが起草した党綱領層案を検討したが、君主制廃止のスローガンが含まれていたため一致に至らず、綱領は決定されなかった。問題になった君主制の廃止に対し、 古い社会主義者たちは強く反対したのである。その結果、コミンテルンへは、ブハーリン法領を採択したように報告し、内部的にはどこにも載せないことにした。これ以降も、共産党は、戦前、戦中の非合法政党時代に事故が作成した法領を持つことはなく、27年定ー三32年定ーなどのコミンテルン決議が法領として位置づけられた。 おりしも1922年に政府は過激社会運動取締法、労働組合法、おざく葬儀調停法の制定を進めていたため、共産党は1923年6月の一斉検挙まで労働組合、民主団体の参法案反対運動への組織化に取り組んだとされる。また、党の大衆組織として青年組織である共産青年同盟と労働者組織の リフトも、この時期結成させた。しかし、決闘から一年足らずで、共産党は、一斉検挙を受けることになる。佐野学部の陰徳党内文書の発見に橋を発して、坂井敏彦、荒畑乾村ら主要党員が検挙される、第一次共産党事件が起きた。共産党もこの一斉検挙を事前に察知したため、佐野、高津、近藤など幹部5名を中国へ亡命させることに、 成功した。起訴された主要幹部は当初は全員黙秘の方針をとっていたが、1923年9月の関東大震災時の亀井戸事件により、左派の労働運動活動家の河井義虎、平沢啓七らが殺害されたことで法廷にて宣伝を口実に自供を開始。大震院まで争ったが1926年8月4日、 起訴された29人のうち27人の有罪が確定し、禁錮10ヶ月以下の刑を受けた。加えて、堺、山川らを中心に、共産党決闘は、時期尚早だったという理由で、回答論が高まった。1924年3月に、東京府江原群森が先の森ヶ崎高専の温泉宿にて、佐野文夫、荒畑勝三、徳田九一、 の坂33らが会議し、党の解体が決定されると同時に、そのためのビューローを設置。この1924年2月から3月の会合にて、荒畑を除くほとんどの幹部が、この提案に同意し、解散声明を受け継ぎ、第一次共産党は一旦解散した。その後、コミンテルンは、第五回大会に出席した、佐野学近藤映造に対して、 党再建の指示を出し、帰国した佐野を中心に1925年夏に再建ビューローが結成。これを基盤にして1926年12月には第三回党大会が開催、共産党は再建された。日本共産党再建に参加しなかった坂井敏彦、山川仁志、荒畑寛村らは再建された共産党との論争劇化後、 1927年に、老農を総関、いわゆる老農派を形成した。ありがとうございます。